女優の浅岡ルリコ81が29日テレビで放送された僕らの時代に出演し子供が欲しかったと赤裸々に思いを明かしたこの日はテレビドラマ安らぎの里で共演した女優吹雪き淳69草刈民富56とのトーク浅岡からもうお母さん役やってる と尋ねられた吹雪は、お母さん超えました。おばあちゃん役です。続けて、実際、おばあちゃんですし、四人、孫がおりますので、とはにかんだ。ここで朝岡は、いいなあ、としみじみ、うつむきながら、あたし、一人だけでもいいから、子供が欲しかった。それだけが悔やまれてならない。と、告白した。吹雪に、悔やみますか と、改めて尋ねられると、悔やんでます。と言い切った。吹雪は、そういう生き方も素敵だなって。と、肯定した。朝岡は、本当に女優一筋だから、他のこと何もやってないから、なんだろう、これは、と思って、66年ですけど、この世界に入って、本当に波乱万丈っていうのが、全然ないんです。 順調すぎる女優人生を振り返った。14歳からとっても何かうまい具合に来させていただいたんですね。それがなんて幸せなんでしょうと思って。だから私生活の中で一番残念なのは一人でもいいから子供が欲しかったなぁ。とわずかに声を震わせながら語った。